伐採。伐採は森林の牧畜を切り倒すことであり、通常は丸太を生産する行為を言う。林業における伐採の種類には、主伐、干伐、除伐、海伐、卓伐がある。立木は、主にノコギリ、チェーンソー、ハーベスター、高性能林業機械により伐採する。斧、チェーンソーを用いて、 立ち木を伐採する手法については、木こり伐採作業を参照のこと。主伐は、森林の樹木を収穫するために伐採すること。林業の主たる収入の源泉。海伐と宅伐がある。海伐は、対象となる区画にある森林の樹木をすべて伐採すること。主伐の一手法。海伐は、伐採のための経費が少なくて済むことから。 収入をより多くするためには合理的な方法であるが、周囲の環境に与える影響が大きいことから、近年は区画の面積を小さくして環境への負荷を軽減するようになっている。なお、昭和中期までの植林における伐採は、尾根筋を大きく残すもので、海抜であっても山肌一面を裸にするような思考は行わなかったようである。卓抜は、 対象となる区画から伐期に達した木など、一定の基準で樹木を選び、適量ずつ数年から数十年おきに抜き切りして、林内での更新を図ること。対象となる林分から、その成長量分に該当する、在籍以内の木を伐採するという手法で行われる、ことから、持続的な林業経営が行える。一方、伐採量の決定が困難である。また、 10から20%程度の本数率で伐採することもあり、残された樹木はそのまま育成され、一定年数後に同様に宅伐が繰り返される。なお、伐採により大きな空き地が生じた場合には、苗木が植栽されることもある。一般に、宅伐は狙った特別な樹木の実を切り、それ以外の樹木は切らないので、森林への影響は小さいと考えられる。 そのため、ガリアトに新たな樹木が成長すれば、手をつけたことがわからない場合もあり得る。いわゆる原生林といわれる森林においても、実際にはこのような過程があるものが含まれる人工林や天然林の可能性があり、注意を要する。なお、環境に考慮して道路を開設しないと、このような判断は正しいとは言えない例がある。 例えば、熱帯タウリンの荒廃の一員に宅バがあり、この場合、ある樹木に機械を運んで近づけるため、重機が通る幅で周囲を切り倒して進むことになり、一本の木を切るために広い面積の森林を荒廃させている。干ばつは樹木の成長に伴って混み合ってきたが主伐には至らない森林で樹木の生育を促すためにまびくための伐採である。 森林の荒廃を防ぐことで自然環境を守ること、林業では長期的な収入を得ることを目的とする。また、林床に太陽光線が届くようになり、日当たりが改善することで下草が生育しやすい環境ができる。このため土壌の流出防止にもつながることから土砂災害防止のためにも重要視される保育作業である。国内の人工林は終戦前後に 政策的に植えられた杉やヒノキが多く、2010年代には伐採期を迎えている。人工林や里山など人の手が入った天然林で行われる。樹木相互の競争に負けた劣勢木や入り川が、じた木などを中心に伐採し、将来木材としての利用価値が高いと思われる樹木を残すなどする、低性干伐と伐採経費を抑えるために、機械的に一定量を伐採する。 低量干伐とに大別される。そんな中で、いわゆる放置林の増加による森林の荒廃が深刻化しており、安価な輸入木材の流入に伴う価格下落から採算が合わずに森林管理が行き届かない地域が増えている。必要な時期に干伐を行わない場合、材質が低下し製品としての価値がなくなるばかりでなく、 森林全体が不健康となり、森林の持つ公益的機能が十分に発揮されない恐れが生ずる。干ばつを行わないことにより、細く弱い木が林立してしまった状態は、線行林、燃やし生やしと呼ばれる。こうなると、日光が下まで届かなくなり、下草が生えなくなるため保水力が低下し、ちょっとした風雨で木は倒れ、氷土が流出しやすくなる。さらに、 先行林化してから無理な干ばつを行うと残った木も自然災害で全滅しかねないためこうなってしまうと小規模な干ばつを少しずつ行うしかなくなる。そのための方法としていくつかの列を作りその部分の木をまとめて伐採する列上干ばつや木を伐採せず皮を剥いて立ち枯れさせる薪からし干ばつ表皮を剥がして水分を抜くことで一年ほどで枯れさせる 皮剥き干ばつなどが実施されている。皮剥き干ばつは、表皮に、ナタや竹べらで切れ目を入れてめくれた部分を人力で引っ張るだけなので、重機必要とせず、水分量が少なくなった後は軽いため簡単に運び出すこともできる。除伐は、将来にわたって育成することを目指すもの以外の、種類の樹木の伐採、脳における除草に相当、干ばつと異なり、 目的とする樹木の成長を促すためだけでなく森林を管理する上で支障となる樹木を除去する側面もある。しかし近年では生物多様性や環境保全の観点から目的の樹木でなくても残す方法が認知されつつある。本数調整罰は日本独自の用語、主として地産事業において行われる伐採の名称であり、 実際の施行は干ばつに告示するが、主目的が当該保安林機能の維持増進である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。